はい、ユデックスです。さあ、今ね、サムネをね、まずね、皆さんご覧になっていたと思いますが、今ね、気温が、自分のね、うちで、庭でちょっと気温測ったら、34度だったんですよ。で、実はね、この今ね、撮影する前、もう一回測った時は、35度まで行ってたんですけど、予報ではね、32度の予報だったんですけど、かなり気温がね、上昇したみたいで、でね、今ちょっと、自分もね、お庭に出てて、かね、1、2分外に出ただけでね、もう喉がカラッカラだし、汗もすごい出てきてね、もう今すぐ本当はね、シャワーを浴びに行きたいんですけど、もうちょっとね、暑すぎるんで、今ね、ちょっとね、緊急で動画を回しています。まあ、というのもね、やはりね、気温が高くなったので、で、しかも急だったじゃないですか。で、今しかもまだ5月なんですよ。5月なのに、もうこのね、もう真夏のような暑さ、気温っていうことで、もうちょっとね、危険な感じがね、したので、ちょっとね、今、動画を回しています。なので、ね、皆さんもね、日頃はね、こうベランダとかお庭とかでね、ボタニカルライフね、多肉ライフを楽しんでると思うんですけど、もうね、必ず外に出るときはお水とかね、その飲み物をね、必ず持ってね、皆さん外で飲んでください。でもやっぱりこの時期はね、もう昼間はとてもじゃないけど外には出れないです。なのでもう夕方から涼しちょっとでもね、涼しくなってからね、少しボタニカルライフを楽しんでいただきたいなっていうのと、やはりね、これ今回ね、僕この動画を回したのは少しね、このちょっとやらかしちゃった話なんですけど、真夏のね、この急な暑さと強い紫外線で、やはりね、日焼けをね、すごくやってしまいました。はい、まあ、というのもね、僕はね、実はガステリアっていうね、植物も育ててるんですけど、まあ、ちょっとね、ガステリアをね、ちょっとお外に出して、でね、少しずつ太陽を慣らしてたんですけど、さすがにちょっとね、今この2、3日のこの暑さに、ちょっとね、ちょっと数時間、こう直射日光を当ててしまったっていうのが、まあ、僕が悪いんですけど、ちょっとね、何株か、もうすでに、このたった3時間だけで、葉っぱがね、白くなってしまいました。はい。っていうぐらい、本当にやはりね、この暑さって、もう人間もだし、植物も、こうね、かなり異常をきたすので、皆さんね、これね、本当に、ボタニカルライフね、過ごされてると思うんですけど、もうね、飲みながらね、過ごしていただきたいなと思います。今日はちょっとね、この、なんか、特になんか目的があったわけではないんですけど、ちょっと本当にね、僕自身ももう本当にちょっと危険信号だったので、ちょっとね、緊急で動画を回させていただきました。はい。それではね、皆さん、ゆっくりとね、アイスを食べながらね、なんかね、ボタニカルライフを過ごしていただけたらいいと思います。それではまたお会いしましょう。